7番の三上ももう1回上がってきました。7番の三上が前を叩いて残り600、3番の松永、そして4番の遠沢と続いています。4番手キープ、2番の藤田、9番の月森は7番手です。4コーナーからホームストレッチ、まもなく残り1周。9番の月森巻き返してきました。7番の三上を一気に叩こうというところ、三上もペースを上げているが強引に叩いた9番の月森。2番手1番の藤原がなんとか追走、3番手6番竹内が少し遅れているか、後方からは2番の藤田がまくって中段あたりまで上がってきているが、これは少し苦しくなった。9番の月森先頭で4コーナーから直線、月森先頭、2番手から1番の藤原追ってくる、月森が粘る、藤原が並んでゴールイン、わずかに月森押し切っているか。